こんににちちちはフフィフィですすす中中中国国国がが今めゃゃくちゃ慌ててていいまま西側諸国の対中戦略に中国が焦っていますアメリカはヨーロッパだけではなくて日本やアジアの国々を囲い込んで今もうこれまでにないほど強力な対中包囲網の構築に動いています特に中国はここに日本が積極的に参加するとは思っていなかったでしょう 日本はこれまで世界で起きる紛争に介入することはしてこなかったからです。中国は日本に対して日本は同じアジアの国で中国の側につくべきだなんてことを何度も呼びかけてきました。しかし日本が中国に振り向く様子はありません。それどころか日本の脱中国は加速しています。 あと今、日本の政界では、日本の政治の中枢から新中というか中国に寄りすぎる媚中派の議員たちを排除する動きまであります。自民党の重鎮二階前幹事長が政界を引退するという流れも、これ政治の中枢から媚中派を追い出す目的です。つまり、岸田政権による二階おろしだということです。 二階さんを幹事長から下ろしたのも岸田さんでした。随分と前からアメリカの政府系シンクタンクの報告書には日本の政界の中の微中派議員として二階さんの名前が名指しされていました。もうその時からずっと二階さんはアメリカから目をつけられていたのでしょう。 中国に寄りすぎるしかも力のある議員は日本がアメリカと共に対中戦略を強化する上で邪魔でしかありません。で話を中国に戻しますが経済は今絶好調な日本はもう経済的なメリットのために中国とくっつく必要はありません。だから脱中国を推し進めてアメリカと共に対中戦略を推し進めています。 アメリカと日本のこの強力な関係はどうしても崩せないと分かった中国は最近ヨーロッパなどの国に仲良くしようじゃないかとすり寄ってアプローチしています。4月の16日には習近平国家主席がドイツのショルツ首相と会談しています。 ここで中国はお互いにウィンウィンの良い関係を追求しようじゃないかなんてことをドイツに呼びかけていました中国はドイツの足元を見ていますドイツの GDP が日本を抜いたなんて報じられるのでドイツの経済は好調なんだと勘違いする人もいますが今ドイツ経済は良くない状況です ドイツの GDP が日本の GDP を抜いたとは言っても、ドイツの経済成長率は昨年よりマイナスです。G7 でマイナス成長はドイツだけです。GDP の大きさだけを見て、その国の経済状況は決して判断できません。まあ、いずれにしてもドイツは今経済状況が良くないので、どうにかして経済を立て直したいと思っています。 そこに目をつけた中国がようやく脱中国に少しずつ動き始めたドイツをもう何とかして引き止めようとすり寄っていますこれドイツの首相が中国に訪問して会談が行われたんですがここにはドイツから BMW やメルセデス・ベンツなど大手企業のトップも一緒に同行していました景気が低迷する中でドイツの企業は何とかして業績を上げたいと模索しています この後、習近平主席は、フランスを訪問する予定です。ヨーロッパ各国と関係を強化することで、アメリカが強める対中包囲網に対抗する狙いです。ただ、ヨーロッパの主要国は、NATO の加盟国で、アメリカと同じ動きをしますから、中国がヨーロッパの国々を振り向かせようとしても難しいでしょう。で、 アメリカは経済だけではなくて、軍事面でも対中包囲網の強化を推し進めています。南シナ海で中国とフィリピンとの衝突が激しくなっていることもあって、日本とアメリカとフィリピンが軍事協力を強化しています。つい最近もワシントンで日本、アメリカ、フィリピンの3カ国による首脳会談が行われましたが、これに中国は苛立ちを隠せない様子でした。 中国の外務省はいちいち日本とフィリピンの大使館の外交官を呼び出しています。これちょうど同じタイミングで岸田総理がアメリカの議会で演説を行っていた時期です。しかもそこで岸田総理の方はというと中国のことを世界最大の朝鮮と名指ししました。つまりこれ言葉を選んでいるだけで中国のことを 世界最大の敵だと言っているわけです。今までの日本からしたらかなり強い口調です。中国側はこれに、いくつかの国が一緒になって緊張を煽っているなんて怒っていました。南シナ海など、この地域の海域で危険な行為をエスカレートさせて、挑発行為を行っているのはまあ中国なんですけどね。あと、イギリスの BBC によると、 この他にも日米の防衛関係強化に重点を置いた合意が発表されました。これらの計画には、オーストラリアも加えた防空ネットワークの拡大や、日米の共同式体制の構築が含まれています。また日本とアメリカはイギリスを含めた3つの国で合同軍事演習も予定しています。イギリスの国防省は空母、 プリンス・オブ・ウェールズを中心とした空母を来年日本へ寄港させると発表しました。あと、中国に対抗するための軍事同盟として、アメリカ、イギリス、オーストラリアで作ったオーカスに日本を参加させようじゃないかという話もあります。また、東アジアをめぐっては、日米韓の首脳が昨年アメリカの キャンプデイビットで防衛と経済関係を強化していくことに合意しました。最近アメリカがサムスンに1兆円近い助成金を出して、アメリカにサムスンの施設の建設を誘致したのも、韓国の半導体の脱中国を後押しするためです。まあ、つまり対中戦略の一環です。 えちなみに日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国で構成するクワッドもえ中国を牽制するために作られた枠組みです。まあ、ここまで頑丈な体調包囲網が出来上がっていることに中国はかなり焦っていますで。岸田総理は4月8日から1週間国賓待遇でアメリカを訪問しました。でアメリカの連邦議会の上院会員の 両院合同会議で演説を行ったんですが、ここでのスピーチがアメリカから高く評価されましたで。そのことについても紹介しておきます。アメリカ議会でのスピーチの中で、岸田総理は日米の固い同盟関係と決して朽ちることのないアメリカとの友好関係を誓いました。え岸田総理は自らを 理想主義者であると同時に現実主義者と述べて、現実主義に基づいた平和への価値観も示しました。その上で、今、 この瞬間も任務を遂行する自衛隊と米軍の隊員たちは侵略を抑止し平和を確かなものとするため足並みを揃えて努力してくれていると自衛隊と米軍をねぎらいました。そして自衛隊と米軍の努力があってこそ平和が享受できるんだと語りました。また岸田総理は経済力や外交、軍事力、技術力 を通じて戦後の国際秩序を形成してきたアメリカの功績を紹介しました。さらに 必要な時はより良い世界へのコミットメントを果たすためにアメリカは尊い犠牲も払ってきたとアメリカのこれまでの強力なリーダーシップを称えてほぼ独自の力で国際秩序を維持してきたアメリカの人々が感じる孤独感や疲弊感に心を寄せました。で、岸田総理はその上で日本はすでにアメリカと肩を組んで共に立ち上がっている。 アメリカは一人ではない。日本はアメリカと共にあると力強く呼びかけました。まあ、こうした言葉選びがうまいんですね。アメリカが言われてうれしいことを岸田総理はうまく表現しています。この岸田総理の演説にアメリカ議会は大きな拍手で包まれました。岸田総理はアメリカ議会の中で、 国家安全保障戦略をはじめとする防衛三文書を改定し令和9年までに日本の防衛予算を GDP の2%に達するよう推し進めていくと宣言しましたそして日本が反撃能力を持つための話し合いも進めていると説明しました日米同盟の抑止力についてはかつてなく協力 と主張して、日米間の緊密な連携がこれまで以上に求められていると呼びかけました。また岸田総理は今回の訪米でアメリカの対日防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条について尖閣諸島へ適用することを改めて確認しました。これもかなり大きいことです。 岸田総理の今回のアメリカ訪問について自民党の麻生副総裁は実りある良い訪米だったと称賛していますで数々の日米首脳会談が行われたが日本がこれだけアメリカに大事にされていることを印象づけた会談はなかったとこう話しています 一部では麻生さんと岸田さんの仲が悪いなんてことを言う人もいますが、まあ、そんなことはなくていつも麻生さんは岸田政権を支えていますし高く評価していますで訪米後の世論調査も岸田内閣の支持率が上がりました訪米で岸田総理が推し進めた日米安全保障の強化が日本国民にも評価された結果でしょう さて、ここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします。